声帯膜っていうのは文字通り声帯内のいろいろな膜のことで、例えば葉緑体の膜とか、ね、葉緑体も膜で包まれた構造体、二重の膜で包まれた構造体でしたよね。はミトコンドリアも二重の膜で包まれた構造体でした。はあ、これミトコンドリアの膜とか角膜とか、とはもちろん細胞膜とか、これすべて声帯膜って言って、同じようなものでできた膜なんですね。もう少し詳しく見てみると、例えば細胞膜なんていうのは一見ね、生物基礎の教科書にはただこうやって棒線で書かれてたけど、実際これクローズアップしてみると水に親しみやすい浸水器を外側に向けて、水に親しみにくい疎水器を内側に向けて、こんな風に臨死室がずらーっと並んでるんだよね。これずらーっと何人も並んでるんだよ、ね、これ一個のことを臨死室っていうか ね、この並び方をしっかりチェックしましょう。だってみんながさ、広い部屋で寝るときも、ね、足をこうやって向け合って寝るでしょ。それと同じだよ ね、これじゃ下の人がね、かわいそうね。これじゃ足を向けられて下の人がかわいそうだし、これじゃ、ね、頭ごっつんこしちゃって痛いもんね。やっぱり足を向け合ってこうやってずらーっと寝る方がいいよね。これがずらーっと並んで一つの声帯膜になるわけです。臨死室による二重の層になっています、ね、しっかり声帯膜を押さえましょう。